こんばんは。関東エリアのウェザーニュースアップデートです。今日の関東エリアは強い日差しが降り注ぎ、厳しい暑さになりました。埼玉県本庄市のボンちゃんさんからは、今日は1学期の終業式で子どもは汗だくになって帰ってきました。先ほど外に出て気温を観測してみました。嘘のような気温にめまいがしましたとリポートいただきました。なんと日向では40度を超えていたようです。ではこの猛烈な暑さが明日も続くのか、最新の予報を見ていきましょう。明日も各地で真夏の太陽が照りつけ、じりじりと焼けつくような猛烈な暑さです。お出かけの際は暑さ対策をしっかりとしてください。また山の近くでは雷雨になるところもありそうです。明日も暑さは強烈です。熱中症には十分にお気をつけください。熱中症の対策は水分補給などをするとともに、携帯サイトにある熱中症アラームもご活用ください。それでは、ウェザーニュース。